皆さんこんにちは、トミックです。今回ねやってきてるのは小田原市公設地方水産卸売市場と小田原の方に来ました。小田原といったらね、夏ぐらいにこの近くに来てるんですよ。あの海鮮の食べ放題みたいな、ちょっとまた市場巡りここら辺ないかなと思って調べたところ、この小田原にですね市場があったんです。今回ですね、ここ何があるのか、そして周辺はね場外市場みたいな感じで海鮮丼のお店がねいっぱいあるんです。そこら辺もね掘り下げていくので、ぜひグッドボタンお願いします。年内登録者数200万人達成のため、登録がまだの方は登録お願いします。小田原市公設水産地方卸売市場、神奈川県小田原市にある公設市場。アクセスは早川駅から徒歩で10分以内で行けるので、電車で行ってもいいし車で行ってもいい。ただ車で行く場合は悪質なネズミ捕りには注意しましょう。ネズミ捕り対策については俺のチャンネルでは需要がなさそうなのでスキップ。車で来た場合の駐車場は仕入れの人専用の駐車場と食堂に来た人専用の駐車場があるので、基本的にはこっちを利用するのが良さそう。もちろん無料です。そして中はこんな感じで、基本的に一般的な卸売市場というよりかは競り場専用の市場って感じでしたね。過去に行った富山県の氷見漁港の市場みたいな感じ。そしてこの市場の中に一つだけ食堂があります。ここが大人気でして、普段から行列が絶えないそう。そして開店は10時から。階段を登った先にあります。あとは本当に競り場って感じで何もないです。そして上を見渡せば食堂と並んでる人たちが見えます。ちなみに時間は9時40分ぐらい。めっちゃ並んどるやん。ここを紹介したらすぐに並びに行きます。そしてここの駐車場を抜けた先にも海鮮丼屋さんがありました。ここにもいろんな種類の海鮮丼がありますね。さらに奥に行くとまた違った海鮮丼屋があったりしたので、それはまた次回。この動画の評判良かったら、ここ周辺の海鮮丼屋巡りやろうと思うので、ぜひグッドボタンお願いします。まあ、こんな感じですよ、小田原市場の中は。中って言っても魚の販売というよりかは、ここはあの競りだけの市場みたいな感じなので、まあ、多分中はやってなくて2階に食堂がありますよと。で、食堂めっちゃ並んでるんですよねっていう感じなんで、ちょっとね1階行ってみます。食堂はこの螺旋階段を登った先にある列ですね。この感じはマジで氷見漁港を思い出す。氷見漁港より気持ち広めかなって感じ。そしてきちんと30分と並ぶ時間が書いてあります。親切ですね。こちら限定の小田原丼、これが人気だそうで、今回はこれにしてみます。おお、ちゃんと注意書きで酢飯ではないと書いてありますね。他のメニューも書いてありました。だいたい平均2000円くらいかな。てかここの何がすごいって、並んでる時に飽きないように壁にいろいろ貼ってあるところ、まるでディズニーのアトラクションに並んでる時のような感じでいいですね。そして小田原のいいところや小田原の魚についてなど、小田原の PR もできちゃうので、まさにお互いにウィンウィン。ここもいろんな海鮮丼があるので、また2週目に来るのもいいかもしれない。まあ小田原の動画が需要あるのかわからないですけど、ありだなと個人的に思いました。だいたい15分ぐらいでほぼ先頭まで行くことができました。時間は10時5分、並び始めが50分ぐらいですね。店内に入ったらすぐ券売機があるので、先ほどの壁を見て食べたいなと思ったものをポチッと。俺はこの小田原丼2100円。そして食券を買ったら番号と引き換えでできるのを待ちます。ちなみに店内はでかい年季の入った大衆食堂って感じ。お茶はセルフサービス。来ました、小田原丼。なんかのしぐれ煮とデカめの味噌汁がついてきました。そして丼、すげえな、いろいろついてきて2100円でしょ。こりゃ人気出るわ。そして面白い、おそらくアジの骨せんべいが刺さってます。丼は普通のサイズ、ネタがモリモリすぎるから分かりにくいけどね。重量感もすごいです。これは普通に世間で言うインスタ映えってやつなんですかね。いやー、こりゃすごい。早速いただきましょう。まずは一番気になってた骨せんべいから。おー、サックサクで美味しい。脂っこくもなく塩っぽくもなく、普通につまみとしていけるレベル。頭までおせんべいだ。これで身は刺身でしょ。捨てるところ内臓と皮くらいしかないじゃん。これちょっと真似したいな。ネタの方はお醤油かけていただきます。これがサワラ。サワラは少し臭みが出てしまうのがデフォなんですが、さっぱりとしていて臭みもなく非常に美味しい。身は薄すぎず厚すぎずって感じ。細切れにされたアジ、これは骨せんべいと分けられたやつですかね。思ってたより濃厚な味わい、歯ごたえもあって脂のりもいいです。
そして大根の妻で米が全然見えない。逆に言うとネタと米の間に妻があるので、もし米が温かくてもネタまで熱が干渉してこないんで、これはありかもしれない。この白身魚、これは金目らしい。これもさっぱりしてますね。もう少し食べ応えあってもよかったかなと個人的に思ったり、ホタテは半分に切ってあるのかなっていう感じの厚み。ホタテは特に言うことないかな。これもだいぶさっぱりした赤身。全体的にネタはさっぱりめが比率的に多かった印象かな。そしてお米の量はこんな感じで結構量多いです。なので小食の人はもしかしたら米まで全部食べられないかもしれない。ちなみに書いてあった通り、お米は温かい白米で硬さとしてはごく普通な感じかな。熱々ってわけでもないので猫舌の人でも OK。 そして他の白身魚はホウボウとスズキとのことで、これらも美味しくいただきました。このイカとイクラ、イクラのじわじわくる旨味とそれに負けないイカの濃厚な味わいがいい。これは牛のしぐれにお米と合いますね。これ白米なので特にね。そしてかなり生姜が効いてました。味噌汁はあら汁かなと思ったんですけど、普通のお味噌汁で入ってたのはつみれでした。なのでかなりすっきり飲める感じでしたね。行列ができてる人気の食堂行ったんですけど、いかがでしたか？美味しかったし、量もすごく満足できる量だったので全然ありですね。市場の海鮮丼の中では結構当たり枠だと思います。というよりも小田原だからこその魚っていう感じな、小田原の地魚だよみたいなのをアピールして入れてくるっていうのは非常にいいなって。だからアジとかもそうですよね。アジはでも沼津とかか、でも近いじゃないですか。地域性が強く関連した海鮮丼って感じでした。じゃあちょっとこの目の前にあるここ行ってみようかな。でもね、ここは全然並んでないんですよ。お、分かりやすい、地魚三種盛り丼1710円、一番人気とのことでこれにしようかな。ちなみに別に海鮮の食べ放題もあるみたい。だいたい4000円ぐらい。そしてお店の中に入って2階に上ると海鮮丼のお店がありました。店内は綺麗な海の家をイメージしたような感じ。地魚三種盛り1つ、はい、以上でお願いします。味噌汁がついてないんですけど、いらないですか？あ、いらないです。はい、わかりました。じゃあ三種丼のお1つですね。はい、お願いします。味噌汁ついてないって。本日の地魚はここに書いてあるマグロ、メダイ、イナダですね。来ました、地魚三種盛り。これどうなんだろうか。見た目は何ら変わらない普通の海鮮丼って感じ。丼は普通のサイズ。ちなみにマグロはメバチマグロらしい。いただきましょう。まずはマグロ、身の厚さはこんな感じ。まあ予想してたよりは美味しいかな。食感はねっとりしていて旨味が詰まってました。意外と美味しいって言うと失礼かもしれないんですけど、お店の雰囲気と感じとのギャップがありましたね。そしてお米はちょいと強めの酢飯、少し固めで冷めてます。そしてこれがメダイ、気持ち身が厚めかな。やっぱり肉厚なだけあって食べ応えもあって美味しいです。そしてイナダは少し歯応えがある身の硬さ、そして濃厚な味わいです。全体的に酢飯とのバランスも取れていて非常に食べやすいなと。これで1780円、まあありかな。そう考えると1軒目の食堂強すぎるな。ちなみに皆さんは1軒目2軒目どう思いますか？ぜひコメントお願いします。正直期待してなかったんですけど、思ってた以上に美味しかったです。まあ、今回はねこの2軒で一回締めようかなと思います。でね、この動画の評判が良かったらもっとね小田原の海鮮丼屋さん攻めようかなと思うので、毎回ねみんなが見てくれるおかげでこういったね一番巡りが継続できてるので、今後もね継続するためにぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ポチッとイエイイエイ。